今日は実家から帰る途中。静岡県で検索して見つけた。富士市の風車に突入です。注文はネギラーメン600円です。少し待って、着丼です。スープが透明です。意外でした。麺は太麺を選択。中太の縮れ麺です。白髪ネギが赤く和えられてますね。それではいただきます。まずはスープからあっさりしてます。油系がほとんど感じられないですね。麺はもっちもちです。コシがあって美味しいです。胡椒を入れて味を整えます。ネギは見た目通り辛みが強いです。赤辛い白髪ネギも美味しいですね。入店前はラーメンショップ系かと思っていたので、想像と違ってあっさりスープには驚きました。これはこれで美味しいですが、こってりを食べる口になっていたので少し残念でした。何はともあれ今日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。